今までなくって、似たようなものもなくって、そして人の役に立つものっていうことで特許って出るんですね。だから日本でもなんか発明とかってすごいたくさんする方いらっしゃいますけど、発明自体は1000も2000もあるけど、特許は4つ5つとか、ね、発明自体はたくさんあるけど、大して人の役に立たなかったりとか、もしくは似たようなものがあるとか、っていうものだと特許取れないんですね。干渉法は、今日本人としては初めてその都市療法、手技療法ですね、手を使って人を治すというものとしては初めてアメリカで特許取れました。なんでアメリカなの？なんで日本じゃないの？って聞かれるんですけども、日本はね、その治療法に対して特許を出すということをやってないんです。どこやってるんだろうって調べたらアメリカだったので、まあ、アメリカで取ったそうです。実際ね、このアメリカで特許取れるまでには3年10ヶ月ほどかかったそうです。